ご視聴ありがとうございます。ちもちもです。新幹線の鉄道模型のショーケースです。東北新幹線は映えるなぁ。北陸新幹線の輝きもいい色ですね。こっちには、トミックスの新幹線が並んでいます。東海道新幹線は、青と白のままですね。九州新幹線は、キャラクターがラッピングされていて、可愛いですね。山陽新幹線も、いい色使いですね。加藤なのに、トミックス製品が売ってるんですね。ドクターイエローです。最新のハイブリッド車も売ってますね。4400円のキハが、ポケモン色になると1万3000円わら。マイクロエースも売ってますね。スイスの氷河特急が売ってます。端っこには、レストランカーですよ。京都駅店プロデュースの C57 トップナンバーかっこいいですね。手前の C11 は、小型化されたそうですね。テンダーと同じサイズには、驚きます。私が持っている C11 よりも、金色塗装がされていて、いいなぁ。アメリカはでかい。スイスのワコネ登山電車です。こちらは、日本のワコネ登山電車です。海外の貨物列車です。世界には、いろいろな列車があるんですね。氷河特急欲しいなぁ。オリエント急行荷物車です。2階では、ホビセンフェスティバルをやっていました。関陽太郎さんが、8620型東北使用蒸気機関車について、プレゼンしていました。中から、京浜急行の赤電を取りました。綺麗に整備されているから、今でも、走れそうですね。おお、ここから見てね。かっこいい。京都貨物駅を再現していますね。新ホビ戦5周年記念の金色のパワーパックはピカピカですね。直通運転の私鉄の M ゲージが揃ってますね。昔、私鉄といえばグリーンマックスでした。ということで、ご視聴ありがとうございました。